なみさんお疲れ様です深夜の暗号通貨こそこそ話でございますまあ NFT っていうのがね出てきたりねメタバースっていうのが話題になったりまあさあるわけなんですけどもあんまりねプロジェクトうまくいってないんですよねで今ね結構暗号通貨とかそういったブロックジェンにチャンスを感じて、まあ、飛び込んでくる初心者の方がハッキングや詐欺にかかって 逆に資産をね根こそぎ失ってしまうという、まあ、そんなことが多いんですよね、まあ、あの中央集権をなんとか逃れてまあブロックチェーン暗号通貨ってものに可能性を見出すところまでは良かったんですけどもやっぱりね後追いで規制が入ったりとかきつい税制がかぶってきたりとかそれを逃れても、うん、まあこういったテクノロジーに不慣れな初心者を狙い撃ちにするようなねまあハッキングがあったりとか まあ、なかなか暗号通貨ができてからって言ってね、簡単に送り人ってわけにいかないですよね。で、トレードってのもあるわけなんですけども、例えばアービトラージみたいなので暗号通貨で稼ぎましょうみたいなのも、もう今ね、全然言う人いなくなっちゃって、一時期プロモーションがすごく出てたんですけども、あれは一体どうなっちゃったんでしょうかね。<laughs> えということで、2017年、2018年あたりから、ICO バブルみたいなのがありましてね、 それから暗号通貨には資金を増やそうと思って参入してくる人その資金を根こそぎ持っていこうとするまあ悪いやつこんな感じで、ね、結局暗号通貨で資産を作れる人っていうのはこれまた少ないんですよね、まあ、その中でもね体の絵だっていうのをプレセールで買った人っていうのは何にもせずにこうやって資産が増やせてますんで本当にラッキーだと思いますうんでもああいうプレセールで ICO で なんか儲かるっていうのは一瞬の瞬きみたいなチャンスだったんですねそれから似たようなまあセールスがあったりいろんなお誘いがありましたけどもまあどれも最初から詐欺みたいなね最近聞くところによるとその芸能界で有名ななんか格付けみたいなね人でえー、まあ G で始まる人がいるらしいんですけどもあの人も、うん、なんか暗号通貨でだいぶ ちょっとね、ずるいことをしたらしくって、儲けたんだけども、まあ、ずるい人が儲けた先で、さらに詐欺にかかって、すってんてになったらしいですよ。で、すってんてになっちゃったんで、もう一回芸能活動しなくてしょうがないってことで、まあ、日本に戻ってきて芸能活動再開って言うんですけども、まあ、失った信用がどこまで戻るのか、これから見ていきたいですね。まあ、正直が一番ってことですよ、もう。正直にコツコツ、 純粋にやっていきたいですね。やっぱりね。はい、じゃあ今日の少少あ、すみません。口内炎ができていてね、喋りにくいんですよ。以上です。ありがとうございました。